骨董古美術月刊誌目の目がお送りする YouTube マガジン骨董トークをお送りします。はい、今回はですね、3月号現在発売中の3月号の特集ですね。今回久しぶりに煎茶を取り上げました。煎茶といってもですね、煎茶道とかですね、作法とかですね、そういうところはちょっと今回抜きにしまして、もう煎茶機、この煎茶機がいろいろあるんですが、どれもなかなかおしゃれでかっこいいなというところで、最近は割と お店とか骨董市なんかでもちらっと見かけることがありますので、これのちょっとその見分け方というか見るポイントとか、名品はどういうものかというものをご紹介しています。ただですね、今回はですね、そっちの本編を語るよりもまず最初に初心者がつまずくのがですね、聞き慣れない名前とかですね、見慣れない漢字が出てくるとですね、すぐちょっと拒否反応が出てしまうという方も多いかと思いますので、本当に基本の基本のところのものの名前と読み方と、まあどういう意味があるのかというところをちょっと簡単に、ごく簡単に紹介したいと思ってます。中でですね、一山宗家というですね、煎茶のまあマスターがいるんですが、その方に名品とはどういうものかというのを語っていただいてるんですが、中でもですね、一番その煎茶にとって一番大事な道具が茶銚って言います。皆さんの分かりやすい言葉で言うと急須、蝶っていうのはですね、蝶、金辺に蝶ですね、これで、上にお茶が茶蝶なんですが、これがまあ要するに急須、この蝶というのはですね、向こうの言葉で言う と、中に入れたものを温めるものと思ってください。鍋とか釜もみたいなもので、熱燗を飲むときに、まあ、とっくりとか鉄瓶で入れますよね。あれお調子って言いますでしょ。あの調は同じ調です。お酒を温めるから調子なんですね。でそれと同じと思ってお茶を温めるから茶調と。でただ微妙にやっぱ区分がありまして、茶調というのは写真に見てもらった通り、持ち手が注ぎ口の後ろについているの、これを茶調。横に持ち手がついたらこれ急須っていうんですね。ただこれも厳密にはいろいろ諸説あるので絶対とは言えないんですが、大ばっぱに見分けるときはこの急須と茶銚では持ち手の場所が違うということが一つで、ただですね、これも中国茶、今中国がまたお茶のブームでですね、中国茶がいろんなところでもてはやされてるんですが、呼び方がまたちょっと変わる、茶に瓶と書いて茶瓶とかね、茶に注ぐと書いて茶中とかね、茶の壺と書いて茶庫、これがね、茶庫だけじゃなくて茶風ってこれで読む人もいるんですけど、まあいろんな名前があってですね、それぞれに、そのなんていうんですかね、やってる人によって読み方違うんですが、まあ茶帳というのは間違いなく煎茶で使う一番のもので、どっちかというと急須とかですね、茶庫とかいう場合は大きいものも合わせて呼ぶんですけど、茶銚っていうのは特に小さいもの、一人で飲むぐらいの煎茶で使 う後ろに手がついた急須のようなものを茶銚と呼びますので、これだけは、まず絶対覚えておいてください。はい。で、それがですね、今回3つ、この茶銚の中では三大名品と言われるもので、グリーン玉というものと万宝純器というものと三遊居というのがありますが、まあ、グリーン玉に関しては形の名称と覚えておいてください。あとの万宝純器と三遊居は、ブランド名だと覚えておいていただければそれで大丈夫です。ルイ・ヴィトンだというのと大して変わりません。どちらもですね、技巧用という釜で作ってるんですが、技巧用もですね、知らない人はちょっと多分知らないと思うので、簡単にものすごい適当に書いてますが、中国大陸ですね。北京がこの辺りね。天津この辺りね。で、これが山東半島ね。で、ここが、まあ、ちょこっと抜けてる。ここはね、上海なんです。で、中国の明の時代に、煎茶が一番ブームになった、文人がブームになってたのは、ちょうどこの上海からですね、ちょっと入ったところに、この丸い湖がありましたね。これ太古って言うんですけど、この太古のほとり、この辺りにあるのが
技巧用というところで、ここでいっぱい、茶町急須の名品を焼いています。この表紙にもあるようにですね、赤いのだったり黒いのだったり紫だったり白いのだったりいろいろあるんですが、中でもまあ朱で赤い朱の色ですね、朱色の泥、まあ泥っていうのは土だと思ってください。朱で、紫で、ウで、まあという色がアースカラーなんですけども、これが基本の色になります。はい。でこの技巧用のまたこの近くにですね、鈴の産地がありましてですね、そのお茶を入れる容器をその鈴、金属器で作ったんですね。これをですね、煎茶の世界では茶心子、茶の心の壺というふうに書きます。なぜ呼ぶのかというのは分かりません。なぜ呼ぶとか分からないけど茶心子と呼ぶのが一般的になっています。これもさっき言った鈴製のものが基本である、この辺の名産だったんで基本ではあるんですが、他にも普通にブリキとか鉄で作ったものもありますし、木で作ったり、あるいは陶器のものもあります。ガラスのものもあるそうです。それはいろんなものがあるんですが、やっぱりこの当時の技巧用の近くの鈴の産地で作られた小鈴の名品が一番最上とされています。でも僕は基本的にそれも好きなんですけど、陶製、例えば典型赤あたりのですね、いろんな白地に赤と緑と黄色と入ってですね、波になっているような、そういう焼き物の写真庫もあるんですが、僕はそういうのは割と好きですね。もう一人分かりにくいのがね、料炉っていうのがあります。涼しい色ですね。これは何かっていうとですね、お茶を沸かす、いわゆる抹茶のチャンネルだと釜で沸かしますよね。そうじゃなくて、煎茶では料炉というもので、お湯をまず沸かす。まあ簡単に言えばだからコンロですね。コンロ。でコンロもいろいろ、もう昔はもちろん大きいものも小さいものもあって、野外でなんか、まあ、バーベキューとは言いませんが、宴会なんかをやるときは大きいコンロをわざわざ持ってったらしい。で、それが煎茶が流行るようになって、煎茶専用のですね、料炉というのが細くてちょっとですね、見た目すっきりしてるんですけど、まあ、いわゆる素焼きのものなので、ちょっと重いですね。重いですけど、あんまり飾りとかつけて、それはなぜ飾りつけないかっていうと、携帯用に持ち運びできるように火を起こすための道路だから、料炉と言うんですね。で、これもですね、いろんな名品があるんですが、まあ、こんな感じ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 、分かりづらい、こういう感じ。で、口が、で、これは炭横ですね。こう、3つ、1、2、3と、こう、峰が立ってるんですね。下手だかちょっとわかんない。こうなってるの口があるものを三方炉と言いましてですね、3つの峰がある。でこの辺ので、土は素焼きなんですけど、まあ、基本的には白地のものを白泥というんですが、白泥のこの3つの峰がついた三方炉がに名品が多いと、みんなが好む料炉だとされてます。この中にはですね、インド製風とかですね、陽明氷とかですね、大売亭とかいう名前の、まあこれもブランドです。あのブランドだと思ってください。その3つが特に、数の少ないレアな名品として知られてます。で、それぞれやっぱりこれは昔の中国風の言い方を日本で、取り入れてこの名前を付けていると、まあ、他のものとは違うんだよという区別でもあるんですが、少なくとも煎茶を見ていくうちでですね、この茶町とで茶心子と料炉というのを3つ覚えておけば、少しこの特集がですね、すんなり読めると思いますので、ぜひご参考になさってください。はい。
はい、では今日はこれで、煎茶特集の本当の基本の漢字の読み方、漢字の意味、物の名前ということをご紹介しました。ありがとうございました。